コロナウイルスの感染状況でございますが、スライドにありますように指標の一部がステージ3に達するなど、やはり本件も増加傾向にございます。先日もお伝えいたしましたが、特にこの波で重視、この局面で注視しておりますのが人口10万人あたりの新規感染者数、こちらでございます。すでに 7.5 人に達しているということでございます。5人を超えて、前回の第4波は12日間で10を超えたということでございますが、今回も同じような奇跡軌道をたどっております。この10万人あたり10人を超えると一気に拡大局面に入ってきますので、なんとかこの間で踏みとどまれるように、改めて県民の皆様方には注意お願いしたいと思います。一つ目は基本的な感染対策の徹底、特に最近発生した会食クラスターではマスクなしでカラオケまでなさったと、全員が陽性で確認されております。二つ目は緊急事態宣言対象地域、まん延防止等重点措置実施地区域等への往来、その地域での会食を極力控えてほしいということ。三つ目は県内においても認証店舗のご利用など感染リスクを下げる工夫努力をみんなでしていこうということでございます。この3つ改めて皆様方に呼びかけたいと思います。もう一つワクチン接種でございますが、7月10日に県の広域ワクチン接種センターにおける接種を開始させていただいて以降ですね、今週の日曜日の7月25日までの約2週間で、警察職員、教職員、福祉職員など1万2000人を超える方の1回目の接種を行いました。ちなみにキャンセルワクチンがございましたので、私も1回目のワクチン接種をモデルナ製でさせていただいたところでございます。センターにおける接種対象者を広げます。第2弾といたしまして、理美容のお仕事されている方、バス、タクシー、トラック等交通運輸事業を担っていらっしゃる方、またここに記載の通り宿泊業、消防団、裁判所や刑務所でお仕事されている方、自衛隊でお仕事されている方、学生の方、職務上海外出張が必要だという方々など、対象者は今分かっているだけで6万4000人を超える方々でございますが、この方々に対しまして、当初は8月中下旬ということでしたけれども、上旬以降、順次接種を行うことといたしまして、その予約を8月1日から開始することといたします。